この栽培方法というのは簡単なんですが、なんかそこに盛り土をしてですね、シートの上に盛り土をして栽培すれば簡単にできるという解説ですか。梨栽培したことある人にとっては簡単です。はい、木の作り方自体が棚、通常棚でやってるのを下げて Y 字の形にしてるだけの、樹形はそこの違いだけなので、あとの管理自体は、通常の梨栽培と変わらないです。こんなにたくさん鈴なりにできるんですか。はい、できます。はい、まあ、ちょっと多めにはつけてますけど、実際、スケジュールにつけてる身についてはこんな感じで身は並べてます。まあ、しかし普通の倍ぐらい、ね、こうなりますよね。だから大量のこの栄養分を吸わないとこんなにでっかくならないのじゃないかと思います。はい、それは水と肥料で調整できますので。そうですね、はい、やはり肥料を大量に投入するのかという面白いんですか。肥料は必要な分しかやらない。そうですか。1年間にこの木、実とか葉っぱが吸収する量って分かってますので、それに見合った分しかやらないです。あの土で、本当こんだけの土なので、やった肥料は 100% しか使われるので、だからもう1年間に必要な分だけ春先に与えるっていうだけで済ませてますので。これはもう全国で販売は当然されてるわけですよね。そうですね。値段的には普通の、ガスの倍とか3倍とかなんですね、やっぱり。キロ単価でいうと、はい、通常の梨とあんま変わらないです。あ、そうですか。それでなんか県外では栽培できないような契約になってるんですか。今はもう、今年の8月で期限消えたので、今どこでも作れます。そうですか。はい、これなんかもう海外から引っ張りたことないですか。あと輸出してるんですけど、ね、輸出じゃん。はい、輸出すると、はい、もうすぐに売れちゃう。そうだよね。これはもうどんどんね、丸くて大きいんでやっぱり頼まれるみたいで、ね、日本でねこれだけ甘いものでね、はい、大きいやつを、もう工業製品に変わって、はい、立派な。これはね、あとこれ貯蔵性もいいんですよ、ね、気持ちもいいのでかっこいいしね、はい、触ってもなかなかね、本当ね、はい、こんな形もいいしね、形は本当に丸くていいですね、乱れないので、はい、本当に。今はじゃあもう、梨の中ではこれは何パーセントぐらいですか。栃木県で今 13% ぐらいです。全国じゃは何パーセントぐらいですか。全国ではまだ栃木県で解禁したのが最近なので。最近だからね。私も初めて見ましたよ。はい、スーパーに行ってもね、こんなね、ないですね、大きいやつ売ってないし、まあ大きいんだったら高いんじゃないかってことですね。味も大味じゃないかと。大きい方が味がいいんです。味がいいんだ。小さいよりも大きい方が味がいいので。まあ、普通の梨とはちょっと違いますよね。すごいもんですね。これは農家がにっこりするから、にっこり梨なんですね。あの実際その、他の県では梨の栽培って減ってるんですけど、栃木県とあんま減ってないんですよ、ね、これで一息ついたっていう農家さんがやっぱ多いので。だから農家だけじゃなくて消費者もにっこりすると、はい、いうのがこれが、ブランド名に、はい、なってるそうであります。